ヨーロッパ客のブロードウェイラジオ どうも私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則ですそして藤谷理子です KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオ今日の皆様どうぞ今週もよろしくお願いいたしますお願いいたしますお便りが来てるんだってはいお便りが来ておりますん読んでもらおうかな、はい、ラジオネームエリリンさんからい,いただきました リコちゃんが言っていた9月病について9月病という言葉はないかもしれませんが、うん、私は最近話題になっていたあのニュースのことなのかなと思いました。うん 8月31日だか9月1日だか忘れましたが子ども学生の自殺率が高いのがこの日だと報道されていたのをご存知です。いや知らななかったな 1>, 1学期いじめられていたけれどとりあえず乗り越えて夏休みに入ったもののやっぱり2学期行きたくないだったら死んでしまおうみたいな衝動に駆られてしまうんですってねうん、うん、あののね、どっかの図書館が、はい だったら図書館においでっていうね、追悼していて、学校に行きたくないんだったら図書館においで漫画もありますよっていう。のですごい大きい反響があったっていうのは。まあ自殺は大げさな例えですが、九月病という言葉が今後できたとしても。おかしくないと思います。あとやっぱその二学期から、しんど、二学期もやっぱしんどいなっていうのはわかる。気もする二夏休みが終わってもいけないってなってしまうっていうのは、ね、心って。そう、やっぱ。 緊張するもんね、はい、その登校日そうですよね2学期の初めのヒヤッとしますよねうん、うん、でも僕はけどもあの一学期は本当僕友達できないっていうのがジンクスっていうのがずっとあっておなるほど、ね、小中高大うん、そうで、大学は最後までできなかったんだけど <laughs> でも中小中高は二学期にデビューできるみたいな <laughs> そういう流れ楽し、はい、み明けにねそうそうだからなんかこうおそらく一学期 の反省をずっと夏休みして、二学期に。割とこう、自分のいいスイッチ、そのみんなとの、あの歯車をこうありだすみたいな。な一個やっぱ頑張ったけどね、やっぱり。あ、乗り越える、一つ乗り越えるために。なるほど。やっぱ頑張って、一個やっぱテンション必要だから。そういうテンションが作れない、一個はやっぱり。図書館とか、それでいろんなね。逃げ道をね。ちゃんとね。悪いことじゃないですか。そうそう、それは悪いことじゃないですよね。はい。 とということでねだから我々のヨーロッパ企画の公演がねもう始まるんですけども、はい、これも結構もう何,も何か所か10回とか何,何回みたいなそう何歳行きますみたいなそう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 っってくださっててこんなパワフルな生き方やっぱちゃんと栄養を補給する場もちゃんと作ってるいや僕らも栄養をちゃんとねあの与えられるようにリフレッシュできるような公演を作りたいと思います。 ということでね、はい、<laughs> なんとこの出てこようとしてるトロンプリューっていう新作公演、ヨーロッパ行くのあるんですけども、そこに藤にリコが潜入レポートしてくれるとい稽古場にもう本番前です、直前のリットプレビュー直前の稽古場に私、行ってまいりました。 そのインタビューの模様、その稽古の雰囲気、そして公演の雰囲気もこれで伝わるんじゃないですか、はい、味わっていただけたらと。はい。はい、ということでこの方々に来ていただきました、はいはい、し自己紹介をお願いします。ヨーロッパ企画の本田です。したこです。ソラです。はいお願いします。こちらの方々に来ていただいてですね、はい、何でもあのお三方がずっとの舞台に出てらっしゃる。 人たちだっていうふうに。あ、わくし、わくし。は,そうですね、はい、画家チームの皆さんに、こう、どんな役なのかっていうことを聞いて、どんな世界観、劇の世界観を。ちょっと伺いたいんですけれども、はい、お願いします。劇の世界。もう、ま、あ、うん、あの、画家、若手画家ですかね。うん、若手画家。で、画家の群像を演じてますよ、ね。はい、だから、その、その頃、パリにいた。うん、はい。えー そうです。ね、現代ではなくて、1920年ぐらいのとか30年ぐらいのパリ画家、はいね、の,の、はい、そういうまあいろんなとこから人が集まってなるほど。パリ芸術の都に集まってっていうところからスタートするんですかね。劇、うんえー、がまあそうですね。そこで生きてるあのその生活してる僕らが出てくるな、はいはい、あなるほど。若手画家の人たちが、うん、その 同じアパルトマンに住んでて、うん、でアトリエ長屋アトリエ長屋なんかアトリエがいっぱい集まったモンマルトにあるなんかそういう場所があるんでなるほどなるほど時計像みたいなイメージしやすい芸術家が集まってるアパルトマンがそこに住んでた人が一人亡くなりましてはい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 でその人の部屋をこう掃除するとね もうそこそれ以上はもうないかな。なるほど。いうところもですね。じゃあズバリ、意気込みを、違うでしょ、時間が短いのね、みんなね、みんなね。ズバリ意気込みを違うでしょ。時間がない。時間がなそうなんです。みんなね。ズバリ意気込みを。一人ずつまず。本当にあの楽しい。 もう誰が来ても、美術の知識なくても楽しめる作品になってますし。はいはい、ちょっと見終わった後、ちょっと、あの美術のことにも詳しくなるかもわかんない。そんな、<ー>はい、あと変わった劇体験ができますので、ぜひ見に来てください。結構言ったな。たな思不思議な。なんかこう、感覚に、も、ま、う、あ、ずっと笑ってられるとは思うんですけど。うん、ちょっと、あの不思議な。 劇体験ができる不思議な感覚になれるようなそんな面白さもあると思うんで、はい、そこが、はい、あの見どころだと思いますし僕はそういうことをこう、はい、あなんか、えー、昨日上田君と話したんですけど、まあ、あの受賞後<あ>岸田崎文章を取った後はい、はい、だから今回しか見に来れない人がいっぱいいるだろう<ー>っていうのと。はいはい まあでも,もちろんね美術をやってる人も見に来るだろうーでヨーロッパの今いつも応援してくださってる方々も来るだろうっていうその3つには応えれるようになってるっていうのを聞いたのではいその3つを今から僕らがね演じて伝わるようになればいいなっていう思ってます。なるほどああ、うん、ありり <laughs> りがががとととうううごごござざざいいいいままましししたたたはい ということでこちらにはですね次はえっと今回初めてヨーロッパ企画に参加されるハイバイという劇団に所属していらっしゃる女優さんの川本千秋さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。えっとどうですか川本さん初めての初めての <laughs> はいヨーロッパ企画なんですけども。いややっぱ自分の劇団と全然ハッ作り方が違うんで、はい、それがやっぱ一番衝撃的で面白いですね毎日。思ってたの とも実際やってみた感じは違う感じですかね、お稽古。の感じ含め、皆さんの感じ含め。なんかあの、普通の演劇、普通の演劇っていうか、あのテキストがもうすでにあって。演、はい、劇ってっすごい。稽古とかも再現力みたいなのもすごい問われる感じがあるんですけど。そういう、なんか、そういう再現力じゃない、なんか。自由度の高すぎるうん、うん。 再現力みたいいいななのがすごいいるなとまっ,っさらと言いますかこう自分でこう自由に描いていくみたいなうん、うん、そうですね<ー>それがやっぱこうどこまで自分にエンジンかけてできるかみたいなのが結構あるなと思ってなるほど今のところどうですかエンジンなんかだいたいた他の現場とかってこう顔合わせまでは結構不安で始まったらどんどんはいはい、はい。 固まっていくっていうかこう台本ができて上がっていくじゃないですか。はいはい、それで結構安心していくんですけど、逆でやっぱ顔合わせからさらにどんどん不安っていうか不安, <laughs> 不安ってあの悪い意味の不安じゃなくてあのあ、はい、のまあでも不安なのかな。<laughs> でもそれすごい不悪い不安じゃなくてあのドキドキ感がどんどんでかくなっていく。どう動くかみたいなのも。 ね、ね一緒に作り上げていく感じがありますけど、そうそうそう他の人も結構初めましての人があなるほど多いから、そうなんです、ね。うん、初めましての皆さんとはどうですか？いや、本当あの楽しくやらせても皆さん気使っていただいて,て <laughs> すいませんって感じなんですけど。<laughs> ど <laughs> はい、ありがとうございます。はい、劇えっとじゃ本番に向けての意気込みを一言お願いします。はい、えっと今まだちょっとどんな形になるか。 結構まだふわふわしてる感じなんですけど、はい、きっとすごい固まった時にめちゃくちゃすごいものに、うん、爆発力のある感じのものに仕上がってると思うので、なるほどぜひどんな感じか想像しながら<ー> <laughs> 見にいらっしゃってください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えっと次はですね、えっとヨーロッパ企画トランプルユーといえば騙し絵 絵といえば住田隆ということで住田さんにお越しいただきました。あどうもよろしくお願いします。お願いいたします。はい、えっと今回はあの美術周りのこともたくさんされているそうですけれども、はい、絵はもう全部本当に住田さんが描かれてるってことですか。あのね写真加工っていうのが正しいかもわかんないですね。はいはいはい、あなるほど写真を撮ってそれを絵にしたりたり、うん、そうそう合成したりしてあなるほど今 あのチームで動いてますだから一人じゃ間に合わないそうなのでな住田隆監修みたいな,感じなんです、ね、まあまあまあそんな感じですかねはいは。どうですかあのご自分がもう,、うん、もう上田さんがどこかのインタビューでもう住田さんにたくさん頼る劇になると思うっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、うんうん、それを、ま、トランプルーシューってるんだみたいなことを持ちかけられた時はどういう印象でしたか、うん、あ持ちかけられた時はい なんか、なんとなく、そういう話は聞いてたけど。絵のことをしようと思ってるんだみたいな。うん、絵っていうのがね、どういう絵なのか、まだその時、分かんなかったんで。あなるほど。で、実際、作業進んでいくと、もう写真撮っていった方が早いなっていう。あ<ー>。じゃないと、間に合わないなっていうことが分かって。私はおかきになってみて。うん。これは写真だと。うん。<ー>っていう感じになりましたね。なるほど。じゃ、もう、今は、撮って、加工して、撮って、加工しての作業が。が、うん。こっからです。あ。まだ、まだまだ。 まだまだ、うん、劇場入りしてから長そうですね。<laughs> 全部で何枚ぐらい絵を描くことになるんですかね。こっちで作るのは、はい、今んところ何枚つっ,ってたかな。え、ちょっと待ってね。五十枚とか六十枚とかつってない？五十枚六十枚違うかな。うん、もしかしてそんくらいかも。はあ、それはもう。 騙し,の騙し絵もあり、いろんな。ああ、仕掛けがある、絵がありっていう。なるほど。はい、すみません、作業中に、今も。た。くさんされてたと思うんですけど。まはい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、作演出の上田誠さんに。お越しいただきました、はい。よろしくお願いします。お願いします。えっと。もうすぐ。リット。プレビュー。うん、も目前まで迫っていると思うんですけれども。ええー。どうですか。リット。 まあ、踏まえて、まあ、変わっていくと思うんですけれども。いや、でも、本当に。わかんないですね。どう、どう思いましたか?あね。あれは。いや、<laughs> もう、ヨーロッパ。これぞヨーロッパ企画みたいな、炸裂してる印象が。あ、本当ですか?。あの、本当にちょっとしか見てないんですけど。あれだけでも。ああ、群像劇の。えー ワンステーションのたあっていう。っていう感じの、ちょっと一瞬仕掛け、垣間見えたりもしたじゃない。ですか垣間見えましたね。それなんとなく、分からんことはないですか。分からんことはないというか。はい、でも、なんていうか、トリッキーというか、やっぱり。その、ちょっと頭を使う。劇というか。ああ、そこがこう、笑いに変わるのが。最高やなと思いながら見てました。ええ、そうですね。ちょっと。まあ、お客さんの反応で、いつも、まあ、な、ね、やってる子、立党までは。自分らで。 僕が面白いなと思う基準で作って、はい、立東からはいきなりもう本当にお客さんの反応で変えるっていうのがいつものやり口なんでな、ね、今回はちょっとね立東であんまり大きなズレがないといいなと思ってますね。なるほど、うん、じゃあずばり最後に何と言いますか意気込みと言いますか PR と言いますかここを,<ー>を見てくれみたいなところそう、あのーまあ、だいぶちょっと なるべフルスイングしてるつもりなんですけどまあ中盤ぐらいねちょっと集中してみてください中盤で集中してみるそうですねなるほど劇の中盤ですね集中ポイントあるんでそこをちゃんと見てもらえば大丈夫と思うんではいはいありがとうございます といったわけで出てこようとしてる、はい、トランプルこれざっくりどんな話かといったらその死んだ画家の部屋をアトリエをどんどん遺品となった絵とかそういうものを捨てていくっていう単純に言うとそういう設定のもとにまあいろんな画家が現れてまあ話を繰り広げていく本当ずっと絵の話してるんです。 だから割と、まあ、でも、でもちょっと絵画とかそういうの興味ないなーっていう人も。いや、僕らも元々絵画知らなかった段階から、この作品作っていってるんで、全然楽しめる感じになってます。はい、うん、だから、ぜひね、これね、で、そう上田、岸田国の戯曲賞を、はい。取りましたから、今年ね、はい、2>, 2月もう受賞後、彼も相当、あのー、意識しちゃってます。とは言ってますけど、正直、むちゃくちゃ振り抜いた作品になってます、これは。ん<ー>うーん、もう。 悪用してるぐらい、戯曲賞を。なる,な,るなるほど、なるほど、取ったんだぜ。だぜ。もうこんなことしちゃうぜっていう。嫌がれ。結構ね。なんか、ろ、ロックな感じがするんです。ね、<ー>僕はこの作品は。ちょっとね、どんな作品になってるか、ぜひね、はい、あのー。立東プレビュークイーン九月三十日から。ええー、立東芸術文化開館サキラチューホールで始まりまして。これがね、まあ、十二月三日まで、四日市、小までありますから、ぜひね。このラジオでも、その模様はおと、お届けしたいと思います。はい。はい。 といって言ってわけでラジオドラマのコーナー行ってみましょう。はい、はい。ええー、今週はですね中村君先生によります、はい、妄想アウトニューモンやっております。はい、まあ一枚の絵画をもとに、はい、ええー、そこから想起したラジオドラマをあの、はい、お届けしてるんですけども今週ははい、えー、バーネットニューマンニューマン いう作家さん、はいはい、画家のワンメントシックスっというね、はい、僕も知らなかったんですけどこの作品、はい、本当にね、まあ、この中村欽水さんが今、解説して書いてくれてます真っ青な青,、ね、青い、ね、青く塗られたキャンバスに真ん中に白い白線が1本引かれてるだけ、うん、ただただ青いただ青いものを見つめる機会って確かに日常生活にとって、なかなかないんですよね。確かに、うん、でこのの作家の私にとって 中村先生にとって、えー、唯一あるとすれば信号が変わったのに気づかない時 <laughs> 信号が青になったのを何だろうが見ている時その時、えー、青を見つめてるなと思うことがありますななるるほどなるほど。でそんな時人は何を考えているのでしょうというところからラジオドラマが紡がれておりますタイトルは信号が青くて寂しいですそれでは開演いたします 信号が青になったが僕は渡らずにいたじっとその青い色を見つめているとなんだか胸が苦しくなった就職で京都から東京に越してきて1年もうすっかり慣れて毎日やることは同じ会社に行って定時で上がっていつものコンビニで夕飯を買って今日もいつもの道で信号が青になるのを待っていたのだ どんどん人が青信号に吸い込まれるようにして渡っていくみんなんだか目的がありそうに歩いているうちに帰ったら誰かがご飯を作って待っててくれるのかな僕僕の夕飯は一平ちゃん明太迷よ味週に三回これあでも今日は何かこれじゃない今日は無性にこんなもの食べたくないじゃあ僕は今なんだろう何が食べたいんだろう松也デニースココイチあ 友ちの母ちゃんのチャーハンあれだ小学生の時僕はほとんど毎日近所の友人ちに入り浸ってだらだらポケモンしたり漫画読んだりしてそうこうしてるうちに夕飯時になり友人の母ちゃんがパートから帰ってきて「ただいま」ああマモロくまた来てたんや食べてく僕はいつもそう言ってくれるのを待っていたのだああうんまあ待っててなちゃちゃっと作るし。 お腹空いてるやろユージの母ちゃんの「チャチャッ」とはいつものチャーハンだったユージはまたチャーハンかと文句を言いながら食べていたけど僕はそのチャーハンが好きだったユージの母ちゃんはいわゆるシングルマザーで僕の母ちゃんなんかと比べると同じ生き物とは思えないくらい若くて綺麗だった16歳とかそんなんでユージを産んだとかなんとかあのハムと甘い卵とほんの少しネギが入った 薄い色のチャーハンああ,あそうか僕は今あれが食べたいんだ <laughs> 普段の僕では考えられないことをしたいつもの道を引き返して電車に飛び乗り東京駅へそして18時13分発のぞみ新大阪駅に間もなく発車いたします 東京から京都までの新幹線に乗ってしまった。着く頃には9時くらいかな。うん、まだ起きてるはずだ。何でもいだろう。いやー、ほんまにいや何年無理やねん。手土産も何も買うてへんやんけ。いきなり手ぶらで行ったらこいつ頭おかしいと思われるよな。電話した方がいいんかな？いやー、なんて言って電話すんねん。チャーハン食いに来ました、えー、どうしよう。でももう乗ってしまったしな。 あ僕はいつの間にか眠ってしまっていた「キャタキャタ」はっお降ります降ります駅を出て僕はタクシーを拾った昔はタクシーなんか乗る意味分からん高いとかなんとか言ってどこまでも自転車に乗って走ったのだった 僕もちょっとは大人に近づいているんだろうかユージのうちの前にとうとうついてしまったはるばる東京から京都までこんな夜中に来てしまった何してんねん俺この小さな平屋の前の猫の額ほどの庭にユージの母ちゃんはいつもこまごまお花を植えていて すぐに枯らしてはユージにこ,ことを言われていた「どうせまた枯らすんやから買うのやめや」と言われてもめげずにお花に水をあげているユージの母ちゃんの背中を思い出すちらほらと雑草なのか何なのかよくわからない花が咲いている薄紫の花びらが夜風でそよそよ,よ揺れているそれはなんだか可愛らしくて僕はやっぱりユージの母ちゃんに会いたいと思った いない？もう九時過ぎてんのに寝てる？あちょっと待って出てきたらなんていうか考えの忘れてたえっとえちょええー、はいあユージの母ちゃんが小さく玄関を開けて不審そうにこちらを見てから玄関を閉めようとあ守るです及川かを守るあのユージの友達のえ嘘やんほんまにえ守るくんはい いやも遅くにすいませんえど,どうしたんなんかあったんいやなんもその<ー>漫画家なんでこんな時に腹なんねんおかしいやろいやおかしないかここまで何も食べてへんかったしそうだ僕は <laughs> マモル君お腹空いてんねんな待っててなチャチャっと作るしあユージの母ちゃんはそう言って家の中に入っていって 上がって上がってと僕に手招きをしたまろくん里帰りか偉いなゆうじなんか家出てから一回も帰ってきひんねんで遊び回って寂しいもんやではあまあるって連絡くれたらもうちょいマシなん作ってあげたのにチャーハンを作っているうじの母ちゃんその背中は昔よりずっと小さくて華奢で僕の心に。 熱い感情が湧き上がってくる無性にギューッとユージの母ちゃんをこの手で抱きしめたい僕なら今の僕ならユージの母ちゃんを守ってあげられるそう感じたそうだ今だ僕はずっとはいチャーハンやけどはいいただきます恐ろしい勢いでチャーハンをかっこんでいく僕をユージの母ちゃんは嬉しそうにじっと見つめていたおいしいは,はい 美味しいっす本当は味なんかちっとも分からなかったそうだ僕はずっとちっとも味なんて分かってなかったこうやって食べておいしいって言うとユージの母ちゃんが嬉しそうにするのを見たかっただけなのだ嬉しいなそうやって食べてくれんのみんの僕実は好きなんですユージの母ちゃん のチャーハンが好きで好きでほんまに好きなんです今日はそのために <laughs> ありがとう守君だけやでさやっておいしいって食べてくれんのうちの旦那なんてなまたチャーハンか言うて箸もつけてくれへんねんで旦那あ再婚してんつい最近やねんけど ただいまーあおかえりあっちょで旦那帰ってきたわ守君紹介するわこれうちの旦那のらさんあきらさんこの子うじの友達でなそれからのことはよく覚えていない翌日気づいたら僕は大量のやつ足と奈良漬けを持って東京駅のホームに立っていたはあ僕は電車に乗っていつもの駅で降りて いつものコンビニによっていつもの道で信号を待っている信号が青になる僕は結局ため息をつきながらも前に進むのだ。 信号が青くて寂しい作家は中村君先生です。キャストの紹介いたします、えー、主人公の及川守、横山清正君という俳優です、そして有事のお母ちゃんは藤谷理子さん、はい、そして、えー、車掌の役は伊勢村慶太、そして、えー、新しい旦那の明さんは私、なんかの胸のりが、えー、演じさせていただきましたと。 青い、このね、えっ、ー、と、ワンメントシックスってもともとの絵画、から、はい、信号の青。そして、なんかこう、<ー>最終的になんかこう、ブルーな気持ちいいみたいなところまでね、持っている。シーンとしたね。ね、えこれは、かなり上質なラジオドラマをね、先生がいてくれましたよ。え、ぜひね、これ、バーネットニューマン、ワンメントシックス、こちらね。あの、ラジオで、なかなかこの絵画の魅力伝えられませんけれども、あの、インターネットとかで検索したら出てきます。はい、本当に、青い。だけは、ね、いいです。うん。 青っていう印象ですよね。<laughs> まあ来週が、えー、もうそのあとにもこれ最終回とかですね。はい、絵画の味わいをこれラジオドラマでまた来週も楽しみにヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。 エンディングでございます。なんかリちゃんが出演してる映画が、あそうだそうだ。ね、公開されるっていうことですね。されるんですね。されるんですよ。はい。9月22日から。は映画朝日ナグ。おい。朝日ナグ。朝日ナグ。はい。イントネーションは？ええ朝日ナグ朝日ナグ朝日ナグ朝人の名前みたいなね朝日ナグ。そうですね。うん。な 公式的に芦田愛菜さんのこの芦田愛菜朝日奈ぐっていうのが正しいみたいなんですあそうなんですかどっちでもいいんじゃないでしょうかわかりましたそうなんですえっとね丸坊主役で出ております春先につんつるてん本当につるっとした丸坊主ハゲ姿で出ております薙刀に青春をかける女子高生たちの青春 群像劇ですね。はい、ぜひちょっと楽しみです。スクリーンで、はい、ぜひ猫、ねね、ちゃんの姿を <laughs> 丸坊主姿でスクリーンでね。多分見つけられると思うんでね。はい、はい、ぜひぜひぜひはいそして、えー、ヨーロッパからの新作本公演出てこようとしているトランプルユーこちらリットプレビュー公演が9月30日土曜日リット芸術文化会館先駆中ホールを皮切りに、えー、京都高知東京大阪愛媛横浜名古屋広島福岡四日市と12月3日までやっております。<laughs> 詳しくはヨーロッパ企のホームページをご覧ください。はい、では宛先お願いします。はい、いつでもお便りお待ちしております。宛先は全部小文字で e u r o p e ドット b r o a d w a y アットマーク gmail ドットコム、ヨーロッパドットブロードウェイアットマーク gmail ドットコムまでお願いいたします。今聞き取れなかったよという方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますのでそちらをクリックしてみてください。 はいということで、はい、今週もありがとうございましたそれではヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ来週もお楽しみにさようなら